ために。英語に使え続ける許可を。家康！三成！あの日の私を返せ、家康！もはや過去は顧みない。わしは進むぞ、三成！猿の楽天が目に浮かぶぜ。まあ、奪い返されねえためにも。互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。独眼竜、真田、お前たち二人が手を組むとはな。どうやら本当に覚悟を決めねばならないようだ。熱血野郎なんか目じゃねえ。総大将は竜王だ。合格などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。俺らの筆頭から日の本の竜王に。ちょいとばかし寂しいよな。この同盟の長だが、より活躍した軍の主でどうだ。うん、それがしにも依存はない。お前はどう思う、サスケ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で使えるいい。ならばなおさら破れるわけにはいきませんな、マスカさん。誰に言ってる。やっほー、伊達の軍馬は展開し。なんの日の本一にふさわしきはこの完結馬ぞ。片や勇猛、片や暴走、なんというゆしき組み合わせか。レッツゴー、小四郎。この手で切り開く。行くのだ、サスケ。了解。やりごたえのあるお仕事だね。敵対象を撃つまでご無理は禁物ですぞ。てめえに限って問題ねえとは思うが。朽ちるなよ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつです。サスケ、くれぐれも気を抜くな。あらら、俺様ってばこれだけ働いても信用ないのね。小十郎、俺に言いたいことがあるんだろう。ならば政宗様、この場をしのぎし、その暁に。あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将を。さあ、悪いように示す。うまい。俺の代わりに見せるな。真田幸村、政宗様が冠された王という名のありよう。片倉殿、貴殿の思いと忠義にかけ必ずや。残る一つの陣を死守する。全てはそれからだ。欧米を耐えろ。迫られたな。あんたの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、政宗殿。貴殿の言うこと、いささか。茶碗の期待を裏切るな。門をかたどれ、熱き絆よ。宇宙もまた蜜の味。何事も経験ですぞ。無数の糸を断ち切って、それであんたは満足か。全軍進撃開始。一度行ってみたかったんだ。なんという秀でもまた灼熱の武人にござるか。バカな、他ならぬ貴殿と組んでのこの体たらく。それだけ手強い相手ってことだ。上等だと思わねえか。たった一つに玉をかけんのが男ってもんよ。我らも続きますゆえ、お進みくだされ。広がる手を持ち出して。
わしが選んだのは石の拳だ。本来ならばもっとしっかり礼を尽くすべきだろうな。竜王軍は伊達じゃねえ。いやあ竜の巣に踏み込むなら俺の許可を取りな。俺我慢の限界っす。今まで世話になりました。ようやくこの時が来たか。随分と長かったじゃないか。貴殿との偽りなき上下定めるは恐ろしくもあった。テイティウジ気楽に行こうぜ。名乗るだけ名乗っておしまいなんてらしくねっすよ。真なる武田をとくと見よ。真田が闇にてとくと見よ。どうしても俺は諦めねえ。望みのままに誰もが必ず立ち上がる。我が偽に地に突き立てる。